こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon で商品探しをしてね、出品すべき商品の優先順位というのについてお話します。まず一番目。カタログ増えてきて、まあ、売れてる商品も多くなってきたんでね、カタログがあってランキングがあるものを出品と。まあ、これが一番ですね。特にカタログがあってランキングがある FBA0 は理想的です。 カタログにランキングがあることは、まあ、とても重要で、まあ、ちゃんとしたカタログで検索対象になっているということがわ、ね、かります。これ、カタログあるけどね、えー、検索対象になってないところのしても、いつまで経っても売れませんので、えーまあ、見た目で判断するか、あるいはランキングが実際についているので判断するか、それはランキングについている方がね、はるかに信頼性高いんで、ま,あ、このまず、カタログがあってランキングがあるものに出品するというのを最優先で考えてください。 それと、もうそろそろね、えーまあ、カタログ作ってる人でも取引実績は何十件もあってカタログ作ってる人、ね、あるいは取引実績全然ないでカタログ作ってる人に混在してますんで、まあ、そうなってくると、まあ、実績がないうちはカタログ作成してもね、えー、検索に引っかからない可能性は高いです。 えー、実績あってか作ったカタログで売ってクレームがないと、まあ、それなら、ねえー、他のカタログ作らせても大丈夫だろうというのが予想つくんですけど、どんな商品売っておくんだか分からないね人がかた作ったカタログはねやっぱり、えー、売れてみたらクレーム返品、えー、そういうのが結構ありますんで、Amazon も恐ろしくて検索対象にできないというのがあります。ですからもう始めは特に ね、取引件数が月間50件を超えるぐらいまでは、もう特に、まあ、利益度外視しても、えー、ランキングあるものに相乗りして売った方がいいです、ね。何しろね、メーカー名しか書いてないとか、型番しか書いてないとかね、もうこのカタログどうやったって売れねえだろうという適当なカタログが多いです。まあ、そういうカタログを作ってる出品者がいるということは、まあえー、当然 Amazon の方、ね、でも、えー、見て分かってきてますんで、 まあ適当なカタログどういう人が作るか、やっぱ分かってない新規出品者が多いんだなあ、取引してない人が多いんだなということでね、取引してない人、それから新規出品者、そのカタログはね、多分検索結果には出ないです。まあ、2番目、きちんと作られたカタログがあってランキングがないものを出品。これは ebay.com.au での制約チェックは必ずしてください。 そして制約チェックしたときにねオーストラ、オーストラリアドルドルの制約がないってことは、えー、オーストラリアで制約してない可能性が高いです、ねえー。まあこれ個別サポートで相談してる人はね、オーストラリアドル,ドルの制約がないのにやりましょうって言ってみたりね、オーストラリアドルの制約があんのにね、これはやめときましょうっていう私の答えにばらつきがあるのが、もしかしたら、あのー、 なんじゃろうと思うかもしれないですけど、私の場合はそのランキングがあるかどうかもチェックしますけど、まあ、実際オーストラリアに住んでましたし、転売長いんでね、まあ、これきっと売れないねと、まあ、これ多分めんどくさいやつが買うねと、これ売れたら儲かるねというのがあるんでね、えー、この今文書で書いたのとは違った返事もしますけど、まあ、それは置いといて、 何しろ、普通にね、マニュアルサポートの方とか、まあ、自分で判断する限りにおいては、eBay でオーストラリアドルの制約がなかったら、オーストラリアで売れてないのかなと思った方が、硬い。そうなってくるとね、このカタログがあってランキングあるものを出品するのが最優先で、2番としましたけど、これ、感覚的にはね、1、2、3、4、5、6、7番目ぐらいです。ね、だから、カタログがあってランキングがあるってものを、もう最優先でやった方がいいです。 いや3番目、ねえー、適当に作られたカタログがあってランキングがないものの商品カタログを作成して出品と。ね、要は2番の,、えー2番のえー、進化版ではなくてカタログ作る手間だけ省けましたという形ですね。ただこれ、きちんと作られたかどうかっていう判断が、ね、結構むず難しかったりするのでじゃ、きちんと作られてるカタログってどうやって判断するんですか全く同じに見えるカタログで別商品がランキングくっついてると。 いう場合はね、これきちんとできてるんだなっていう、結局はランキング頼みになります。で、まあそういう、まあきちんとね、作られてるカタログがなかったら、まあ適当に作られたカタログがあって、ランキングはない商品のカタログを作成して出品すると。あるいはもうカタログ作成して出品するわけですから、ね、カタログなくても一緒ですよね。で、その場合なんですけど、カタログを作成して、相乗りの自己発送組が販売層のを待つという手もあります。 すぐ納品するんじゃなくてね。まあ、これは例えば高額商品なんかの場合、えー、送ったけど売れないと。ね、一回送っちゃった方実質問題、もうね、えー、売れなかったら、えー、よっぽどの高額商品以外は変装しても合わないんで捨てちゃうしかないんでね。まあ、そのリスクを下げるために、カタログは作ってあげると。ね、で自己発送が相乗りして売るのを待つという手もあります。ねえー、人のためにカタログ作ってあげるんですかと。 いう気もするんですけど、いやこれ別に人のためというよりはね、自分もランケンついた後 FBA 納品したら売れますんで、今ぐらいの状況だからできると。アメリカでこんなことしたらね、もうすぐに売れそうな商品、FBA が乗っかってきちゃってダメですけど、オーストラリアと FBA 全然少ないんで、このやり方が通用します。まあ、無残か。はい 無在庫販売に感謝ってことですよね。えー、あんまりアウトも思えないような値段で売って、まいろいろランキングくっつけてくれてるんで、そうなるとね、ね、えー、無在庫がランキングくっつけてくれた商品に後から相乗り、それが一番硬、えー、いと、えー、仕入れリスクが少ない、売れる確率が高い、ちゃんとしたカタログが選べるということでね、えー、おすすめの方法です。これ アマゾンはエストリーゲーム早いもん勝ちって言ってますけど、FBA で先に販売しておくのは重要です。FBA 同士の場合はね。でも、無在庫で先に販売しても、後から FBA 乗っけちゃえばね、全然余裕で勝てるんで、そういった意味では、このカタルガってランキングあるものは、無在庫で出品している人のおかげで増えてきてますんで、そこに乗せるというのを基本的な出品方法にして取り組んでください。 またこの出品の基準等についてはね、えー、説明が、えー、もうちょい補足が欲しいという場合は追加で記事作りますし、まあ、個別サポートの方は個別の商品のね、えー、相談の方をしてください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。